ライドウィンワンダーランド、7月7日日曜日、本番まであと2日といったタイトルで SPH の皆さんが、本番まであと2日というタイトルで掲載されておりました。こちら、ジョージ SPH さんの公式ツイッターになりますが、7月7日、アイドルインワンダーランド早稲田大学にて開催されましたけれども、その時に出演されました6名の方々の紹介がこのようになされております。トム・ボーイズさんのツイッターからの写真になります。7月7日、アイドル・イン・ワンダーランドのセットリスト3曲が SPH さん公式ツイッターに掲載されておりました。本当に見ていてドキドキするようなパフォーマンスでしたね。激しい。それでは続いてのパフォーマンスに参りましょう。リドチュー、はい、お、じゃな、抱きしめて。昔々あるところに。